チャンネル始まりました。どうもテープスアップ吉岡です。野間重六です。本日は IT 対決特集。何ですか IT？ IT 小泉総理？違います。はい、オート界の話です。オート界の IT？ IT 対決というと、はい、マシンに IT テクノロジーを搭載した選手が、うんうん、バチバチにやり合うレース、うん、ちゃうわIT っていうのは、はい、IT っていうのはですね、オートカイでの IT っていうのは池田、うん、高橋、お、イニシャルをね、そう、取って、うん、池田選手、高橋選手のバチバチやり合ったレースの IT 対決っていうんですけどね。なるほど。池田正和選手と高橋光選手、そうでございます、うん、はい。2人の年齢的な感じで言うと、年齢的な感じで言うと、うん、もう2歳とか3歳、そこまで年齢差はない。はい、まだ木は結構、いや、22と23なんで、じゃあもう近いという、まあ、そんなね、うん、池田選手対高橋光嗣選手のバチバチのやり合いのレースをね、はい、2本本日お見せしたいなと思います。はい、ということで早速ね、1本目、はい、見ていきましょう。メンバーこちらです。こちらね、SG 日本選手権オートレース船橋で行われたレースなんですけれどもね、うん、この池田選手対高橋光嗣選手の、うん、優勝争い、ちょっと注目していただきたいなと思います、うん、はい、はい、ということでどういったレースだったのか、じゃあ早速見ていきましょう。どうぞ。 F ニーナ1番の中口のフライングによって2度目のスタート、第36回日本選手権頂点を極めろ優勝戦スタートしました。池田が2コースから、そして外からは7番の山田、2番の池田正和、おっと外から高橋光嗣、高橋と2番の池田正和、早くも序盤で頂上決戦で夢の対決、池田が突っ張る、池田が突っ張る、コーナーごとに大歓声大歓声、4コーナーを立ち上がって残りは9周、ピンクの勝負服、全国ナンバーワン高橋光嗣が先頭に上がりました。我慢比べの10周戦、まずは一撃必殺高橋光嗣が先頭、池田のインコース躊躇せず、そして迷いなく入ってまいりました。池田も黙っちゃいない。さあ池田が突っ込む、幾多の名勝負が生まれたこの船橋、この地で歴史の1ページに名を刻むのは池田正和か、それとも高橋光嗣か。4コーナーを立ち上がります。池田先頭、高橋光嗣、さあ高橋今突っ込めるか、いや突っ込めない、池田が先頭、地元船橋、池田が先頭をひた走ります。2番手には8番高橋光嗣、3番の伊藤信夫であります。4番手は1番中道、4コーナーを立ち上がって残りは6周、さあ残り6周はまだまだ長い道のり、先頭は池田正和、燃える地元、連覇なるか池田正和、2番手には8番高橋光嗣、両雄が並び立つか、3番手は伊藤信夫、レースは残り5周であります。池田正和が先頭、2番手には8番高橋光嗣、ちょうど6年前この地で日本選手権を制したのは2番手の高橋光嗣、さあ久々の王座奪還へ高橋光嗣全身全霊でありますが、先頭は池田、残りは4周であります。池田正和、2番手には高橋、3番手以降はもう手も足も出ません。伊藤信夫、31年ぶりのタイトルお預けであります。浜松勢のタイトルはお預け。4コーナーを立ち上がって残りは3周、2番の池田、高橋光嗣、もちろん虎視眈々と8番の高橋もチャンスを伺っています。さあ2番手から高橋が食らいついていく、先頭には2番の池田正和、4コーナーから立ち上がって悩み苦しんだ春、そして夏、しかしオータムシーズンに目覚める走り、池田正和、残りは2周を切っています。2番手には8番高橋、さあ高橋が入るか、高橋どうだ、2番の池田先頭、夢に見た地元で迎える日本一の瞬間まで残り1周、レースは残り1周、晩秋の黄昏に輝く一等星は池田、そして高橋光嗣、3コーナー、さあ決死の覚悟、最後の勝負、さあ大歓声、池田正和と高橋が日本一。ものすごい競争でありました。1本目見ましたけども、いいすごい、ね、高橋光嗣選手と、うん、池田正和選手のやり合い、池田選手の優勝かなと思ったんですけれども、うん、高橋光嗣選手が最後の最後を指して、はい、まあ、地元でね、池田選手がね SG 優勝になるかなと思ったんですけどもね、これは池田選手悔しいだろうな、うん、最終コーナーだった、最終コーナー、うん、いやすごいレースでした、うん、はい、じゃあ続いて最後ね、はい、2本目のレース見ていきたいなと思います。メンバー表はこちらです。
SG スーパースター王座決定戦の優勝戦となっております。こちらねメンバー見てください。池田選手もちろん高橋光選手いるんですけど、伊藤信夫選手、荒尾選手ね、すごいメンバーとなっております、はい、まあ池田選手と高橋光選手の争いね注目して見ていただきたいなと思います、はい、さあということでレースの方を見ていきましょう。どうぞミヨン。さあ1番の浜野のフライングによりましてスタートは2回目第20回スーパースター王座決定戦スタートしました。さあ今度はどうか、センター外から山田正弘が行った、山田正弘が行きました。そして2番手スタートは池田か、池田が内を滑っていく、さらには4番の高橋光。さあ早くも人気の2人のマッチレースの様相でありましょうか。今のオート界総兵器をなす池田高橋、まさに IT 対決であります。残り9周、さあ先頭は3番の池田正和、そして4番の高橋光、池田と高橋。さあ昨年の日本選手権の再現だ、この時は3番の池田正和、最後の最後に高橋光に刺されました。さあ今度はどうか、同じ鉄は踏まないか、レーサーの2人発進であります。さあ池田が逃げる、池田が逃げる、今度こそ負けてはいけない、池田正和が先頭になります。さあ4番の高橋が追っていく、4番の高橋が追っていきます。そして3番手、3番手は離れまして6番の荒尾さんに失礼します。4コーナーを立ち上がってレーサー残り7周です。先頭は3番の池田正和、池田がこの川口バンクを征服するか、追走するは4番の高橋光。このライバル IT 対決、場内はざわめきが起こっている。さあ池田正和か、それとも高橋光夢か、レースは残り6周であります。さあ池田が抑える競争でありましょうか。先頭は3番の池田正和、追っていくのは4番の高橋光、どこで蹴りをつけるんでしょうか。高橋、先頭は3番の池田正和であります。池田がレースを引っ張っている、池田がレースを引っ張っている、レースは残り5周であります。高橋が狙っておりますがまだ入りません、まだ入りません。先頭は池田正和、池田が先頭、さあ高橋が狙っている、どうだ、入れないか、まだ池田が先頭だ、まだ池田が先頭だ。2番手は4番の高橋光、さあ頂点に立つ究極のライディングは池田正和、そして高橋光であります。さあさらには3番手6番の荒尾聡が車間を詰めてまいりました。そして先頭争い、高橋が入るか、わずかに前輪が入りましたが池田が先頭になります。池田が先頭、4コーナーから立ち上がってまいりました。レースは残り3周、さあ高橋が入った、ここで高橋が入りました。黄金のスリップストリーム差しが入りました。先頭は高橋光、2番手には池田正和、3番手6番の荒尾聡であります。4コーナーから直線コースへ、さあ至高の戦い、残り2周、もう1回池田、もう1回池田、もう1回池田。さあ高橋光はどうする、レースは残り1周と半分であります。池田が先頭、池田が先頭、昨年の日本選手権のリベンジ成功でありましょうか。レースは残り1周であります。先頭は池田正和、2番手高橋光、この両者この速さは桁違いであります。バックへ抜けました、池田が先頭だ、池田が先頭、高橋は2番手、栄光に向かって最終コーナーをクリアします。池田か高橋か、さあどうだ、池田だ。レース見ましたけど、はい、まあもう三嗣選手と池田選手のやり合いすごい、うん、リベンジということですね、うん、確かに、うん、ね、東京リベンジャーズ、はい、カットなんですけど、うなぐらをつかまれて東京リベンジャーズだ。じゃあ池田選手は強烈なパンチを、池田選手はもうタイムスリップしてきたということでいい、スリップ、いやーすごかった、うん、ね、池田選手地元のね、うん、あの日本選手権の借りをここで返したような形で、はい、いやでも結構ギリというか、うん、危なかったというか、ね、危なかったね、最後まで分かんなかったね、うん、これが IT 対決か。そうでございます。いや素晴らしいレースでしたね。まあこれ今日2本やったけども、うん、はい、これ以外にも IT 対決っていっぱいあるだろうかな、はい、で視聴者の方も、うん、こんな IT 対決あったよっていうのはいっぱいあると思うんでね、はい、ぜひコメントしていただけたらと思います、はい、池田選手と高橋光嗣選手の選手紹介もやってますんで、はい、概要欄からの方でねチェックしていただきたいなと思います、はい、ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ご視聴ありがとうございました。あーしゃ、チャンネル登録お願いします。